こんにちは、新鮮動画薬局鈴木邦明です。皆さんご存知だと思いますけれども、イーロン・マスクさんがツイッター買収再提案しましたね。で、それ以外にも、みずほ証券が楽天証券に2割出資とか、まあ、みずほ銀行は今後なくなっちゃう銀行なんですけど、みずほ証券は残るんですかね。まあ、大体が証券会社っていつまで残るんですかね。その辺もよくわかんないんですけど、まあ、こういったニュースを聞いてても、ね、北朝鮮も一生懸命花火上げてますし、そろそろなのかなという気はしています。で、そんなあのタイミングでちょうど Y 世代ギャルさんっていう方のツイートが目に入りまして、で読んでみたんですけれども、本当この方のあのツイートは今の日本人特に、目覚めてて打ってない方々ですよね、は最低限知らなきゃいけないことっていうのをツイートしてくれているように感じたので、ご紹介したいと思います。とっても長いんですけどね、まあ、まずはこの方が紹介しているのはイーロン・マスクさんの生い立ちですかね。生い立ちとか、生い立ちだな、まあ、そこから始まってるんですけれども、あとこのなんだワンピースですよね、ワンピースと、まあ、今の時代の関係、まあ、イーロン・マスクさんとの関係みたいなことも紹介されてますけどね、まあ、直接の関係というよりもイーロン・マスクさんがやってることと、ワンピースで描かれていることの、まあ、関連性みたいなこと、あとは、大東亜戦争ですね。皆さん大東亜戦争っていうこと、第二次世界大戦とか太平洋戦争っていうのが詐欺で、本当は大東亜戦争だってことを知ったのっていつ頃ですかね。私は遅いんですよ。2009年ぐらいなんです。なんで2009年って覚えてるかっていうと、初めて本を出版決まった時に、その大東亜戦争のに対するあれですよね、大東亜戦争というより、日本人に対するアジア各国の首脳、まあ、首脳とか有識者の方々が、日本に対してどういう思いを持ってるのかという、言葉ですよね。例えば、インドのネルー首相、インドの独立は日本のおかげで30年早まった、この恩は忘れてはならない。ビルマ・モウ首相、日本への感謝を永久に記録せんことを希望するものなり。タイ・プラモード首相、日本のおかげでアジアの諸国は全て独立した。まあこれ以外にもね、ものすごいいっぱいこの下に、ご紹介させてもらいましたけれども、これと出会ったのが、まあ、本の出版が決まって、あの時にね、本の出版って原稿出せば終わりだと思ってたんですけど、3回ぐらい、なんていうんですか、修正しなきゃいけないんですよ。提出して向こうが、まあ、それをタイピングしてくれて、それを読んで、その、まあ、誤字脱字も含めて、自分で見つけてまた出して、で3回ぐらいやんなきゃなんないんですけどね、それが送り返される間にもうこの辺の話を読み漁ったということを記憶してたもんですから、はっきり2009年って覚えてるんですけれども、まあ、とにかく大東亜戦争のことでね、あとこのパラオの国旗が、この、まあ、日の丸に似てて、ちょっとこれずれてるの分かります？これは私初めて知ったんですよ、ずれてるって。でそのずれてる、ね、理由っていうのもここに書かれてるんですけれども、記されてるんですけれども、あ、そうだったんだということでね、ちょっと、まあ、これ本当初めて知ったんで、そういうこととか、あとこれ誰か分かります？デヴィ夫人、あ、ここに書いてあった、デヴィ夫人、デヴィ夫人のこと、なんで彼女が、テレビに出て言いたい放題ができるのか、それもすごい興味深く拝見しましたし、あと
ちょうどこれ、あれですよね、日本にテロが起きるとき、日本の科学の象徴、新幹線が狙われるはず。で、人や物質の移動手段が止まる、現在、静岡、名古屋、見合わせ。だからちょうどこれに9月26日なんですけど、私が美濃に行くときに、東名高速道路、新東名がほとんど浜松まで、普通で。で、東名が吉田インターよりも西方向だけ動いてた時なんですけどね。まあ、この時のこの、状況、この時の状況っていうよりも、こういう視点から、なんていうんですかね、考えて、話してくれてるということ自体、なんかちょうど、なんてうまく言えないですけど、このことがあった後、私は帰り、美濃からの帰りで、ね、自衛隊と警察車両と、少なくとも7台以上の護送車、ね、それと出会ったんですけど、テロは破壊するとき考えるはず、何をいつどこで破壊しようかと、止めるには最適な場所はどこか、なぜ静岡の災害が報道されない、明日は国葬、名古屋、ペケ。だからちょうど私がここから帰ってくるとき、美濃から帰ってくるときに、その護送車とかを見たのが、新東名のところなんですけどね、静岡で止めといて、名古屋の方から連れてきた、わざと止めたみたいな話で、なんかそれ関連するようなね、情報だったんですけれども、あと、モーツァルが、最後に完成させたのが魔笛。これはねえ、こういうことなんだそうです。全てを暴露した曲なんだそうです。あとはこれはあれだ、あとは三菱とフリーメイソンと皇族の関係、いろいろ、まあそれ以外にもありますよ。福沢諭吉のこととかね、岩崎弥太郎の、まあ三菱だから当たり前なんですけど、坂本龍馬も出てきますし、本当に幅広く、私たちが知らなきゃいけないことを、紹介してくださってるので、だから不思議なんですよね。まあまだこの方、何ですかね、ツイートの数自体が少ないからなのかもしれないですけど、信じられないことに、フォロワーさんが242人しかいない。中身すごく濃いですよ。ですからね、ぜひ一度これ、本当に長いんですけど、ご覧になっていただいて、まあ本当に最低限の知らなきゃいけないことを紹介いただいていると思ってますので、まあ本当あれですね、これ読んでね、またつくづく、まあこれイーロン・マスクさんも言ってるんですけど、金よりももうとにかく自然の方が大事だよって。で、多分日本人に今の言葉聞かせたら、100人が100人うんって言うと思いますよね。間違いなく金よりも、自然ですよね。まあ本当その辺すごく感じてますし、で、まあ分かんないですけど、昆虫ですよね。私たちって結局今、マスクだ、消毒だね、うがいだ、いろんなことを清潔にするってことを盛んにね、言われちゃってますけど、私たち自身は、まあ、皮膚表面に住む、細菌も含めて、雑菌も含めて、まあ、雑菌って言い方合ってるのか分かんないんですけど、お腹の中にもね、腸内細菌っていうのがいるんですけど、この細菌なしでは生きていけないわけですよね。そう考えると、地球っていうのも昆虫なしでは生きていけない。まあ細かく言うなら、ミツバチいなかったら、本当に農作物の生育にものすごい影響出るわけじゃないですか。実際ね、私もつくづく感じたんですけど、今回、かぼちゃを栽培したんですよ。で、かぼちゃ栽培したら、水耕栽培でやってみたら、ものすごい立派に、かぼちゃの、ま、かぼちゃの木っていうか、かぼちゃのつるが伸びて、
で花もいっぱい咲いてものすごいいっぱい実がなるのかなって喜んでたら、かぼちゃは自分なんだ、人工授粉しなきゃダメみたいですね。だからそのぐらいに、その昆虫蜂の数が減っちゃってるということですよね。だから結局ねものすごい立派につるが伸びたんですけど、1個しか自然に、実がつかなかったんです。で女房がっかりしてたんですけどね、かぼちゃなしでは生きていけない人なんで、まあ、そういうこともありまして、私から今回伝えたいことは、ぜひこの Y 世代ギャルさんの、一連のツイートをちょっとご確認いただいて、その自然、もう本当今回のことが終わった後に、私たちは自然とどう共生していくのか、まあ、自然の中に溶け込んでいかなきゃいけないってことなんでしょうね。だから自然を取り戻すために、まあ、土壌改良から本当蜂ですよね。その蜂のこともこの間ね、ニホンミツバチの、蜂蜜を、売ってくれた山崎さん、あの台風でね、そのニホンミツバチが巣箱から全部逃げてしまったというね、本当ショックを受けてらっしゃいましたけど、まあ、そういったこともありますので、まあ、ぜひ一度この彼女の一連のツイートを読んでいただいて、そのことでまたさらに視野が広がると思うんですよね。視野が広がってまた知りたくなる。で知ることによってこの冒頭のこの彼女、ここに書いた言葉っていうのは全部彼女のこの一連のツイートの中から抜き出したんですけれども、その知識、まあ、知ることによって視野が広がって、関連することで疑問に持ってたことを調べたくなるじゃないですか。で、そういったことを繰り返すことによって知識より知性に変わっていく。で、もちろん精神面も、まあ、目覚めれば目覚めるほど精神性ということに、ね、目覚めていきますから、まあ、そういったことが今後の日本人に求められているのではないかと。まあ、うまく話がまとまらないんですけど、まあ、とにかく彼女のツイートは、絶対に見た方が、読んだ方がいいと思いますので、そのご紹介でした。はい、本日の話は以上です。ありがとうございました。